上田勇の菅原ラジオ。上田勇の菅原ラジオ始まりました。今日もよろしくお願いします。はい、お願いします。ということで上田さん、お久しぶりです。お久しぶりです。もう飛び回ってるんで、はい、なかなかお会いできなくて、なかなか捕まえらんないですよ、はい、素顔をね、見たいと思ってるんですけどねすぐに逃げられちゃうんですよ。いや、忙しく飛び回っていただいて、ありがとうございます。結構このところいろんなとこ行ってきました。そうですよね、はい、なるほど。もうね、5件、6件、はいね、走り回っていただいてます、はい、体も大丈夫ですか、ね、今のところ、ね。ただこれからね、また暑くなってくるから、ちょっと体に気をつけて。今日ものすごく暑かったんですよ、この私たちの収録スタジオ付近が、はいはい、そうなんですよ。20どうですかね、7度8度いったんですよ。もう暑かった。今日は結構半袖で歩いてる人もいました。ああ、もう全然そうでしたね。この暑さかつロッテの佐々木朗希投手が完全試合やった日です。今日はいつかもうこれでバレてしまうと思って、あれびっくりしました。すごいですね。すごいですね。やるやるとは聞いてたけど、ね、本当にやるとは。朗希はやっぱやりましたね。あの牧原以来ですね、巨人。あ、そうなんですか。私同じ誕生日の牧原以来の。いや、まあ、大丈夫。特定されちゃいますけど、1号が。あ、そうですか。そうですか。ね、じゃあ若い力がね、台頭してる中ですけれども。まだ20歳。あ、ですかね。まだ20ですか。ね、もう勇気しかもらえないです、私たちは。あ、20。ね、勇気もらって、ちょっと上田さんも本当に飛び回ってね、いただく中で大変だと思うんですけど、はい、ありがとうございます、はい、またよろしくお願いいたします、ね、そんな佐々木朗希が生まれるちょっと前ぐらいからですか、うん、公明党がね、ずっとやってきたことといえば不妊治療についての問題ですよ。これ急に振り切りました、はい、実際そうです ね、はい、今日はその話題で、はい、ということで、この4月からね、この不妊治療の保険適用のいろんな範囲がまた拡充したぞっていう、そうですね、ニュースがあったと思いますけど、はい、その辺のことをちょっと今日伺いたいなと思いますが、はい、大事な話です ね、はい、ね、どうですか、どういう風になったんでしょうか今回は。まあ、今までは保険適用とは言ってても、うん、なんで妊娠できないかっていうその原因のね、うん、検査とかは保険でできたですが、なるほど、今年から、あ、まあ、この4月から、うん、あ、今度は体外受精だとか、はい、実際に、妊娠をするための、うん、そういう治療もできるようになりましたし、対象とされる年齢も、うん、もうちょっとこう広げる、はい、で、上限を上げるというようなことにもなって、なります。なるほどなるほど、で今やっぱりあのね、子供が欲しいけども、うん、できないっていうやっぱり家庭がありますから、どうしてもそうなると年齢的にもね、ちょっとこう上の人たちも多いでしょうから、うんうん、これはやっぱりもっと使いやすくなるんじゃないかなっていうふうに思います。なるほどなるほど、はい、やっぱお金すんのかかりってね。そうですね、そうですよね、きますもんね、はい、もうかつ周りでも本当に多いですよね、正直本当に多いですね、うん、ご治療されてる方っていうのが、いや本当に多いです。だ今回あれですよね、だから体外受精とか、はい、いわゆる人工受精みたいな部分も保険適用の範囲になったと、うんうん、そうです、ね、はい、そうです。あ、これ相当助かるというか、勇気をねもらえる人が、ね、そうですね、増えるかもしれないってことですもんね、うん、特にね今こう少子化って言われているん で、うん、でやっぱりこう子供が欲しい、うん、人にはね、うん、やっぱり子供が産めるような、うん、まあ、環境を整えていくってことは、はい、こう国全体のことを考えた上でも重要なことじゃないかなというふうに思います、うんうんうん、これだすごい重要ですよね、確かに子供を産んでいこうみたいなこと言うけれども、この問題はね、あるのにどうすんだっていう人も多くいたわけですもんね、ね、子供を産むってことはこれは別に強制することではないんですけど、はい、でも欲しいっていう人にはね、はい、そういうことができるように、うん、子育てができるようにっていう環境を整えるっていう意味は大きいと思うんですよね。うーん、これ
から今回4月からその適用の範囲が拡大されるっていうことですけど、うん、はい、それまでも本当いろいろ積み重ねてやってきたのが公明党ってことですもんね。うん、本当に小さな声から始まったって感じですかね。はい、まあ、公明党がこの不妊治療、はい、まあ、不妊治療に助成をしなきゃいけないってことはもう20年来、うん、20年以上前からですね。ローキが生まれる前からですね。ローキが、そういうことを主張して、うん、きました、はいはいはい。でもやっぱりなかなか実現できなかったんですね。でこれはやっぱりじゃあそういう不妊治療をしてどれだけ成果があるのかっていうことも言われてましたし、まあ不妊自体が病気じゃないのに保険で治療するってことが果たしてその保険のねこの意味から外れてるんじゃないかっていうようなことも言われていて、なかなかやっぱり壁は厚かったですね。まあそんな中ででも公明党から出た坂口、はいはい、厚生大臣が、はいはいはい、2004年の時に、まあ保険の適用ではないけれども、こう支援策助成措置をしましょうっていうことで不妊治療に対する助成が始まりまして、なるほど、はいはいはい、でまあそれがベースになって、まあいろいろとそういう研究も進んだし、うんうん、今回、保険適用ということになりました。うん、まあ、これにもやっぱり公明党の特に、まあ、女性議員もすごく力を入れてきましたし、そんな主張を、菅前総理大臣もね、うん、内閣の政策として取り入れる形で、この不妊治療を保険適用しましょうっていうことで、大きく前進をしたということがあります。なるほど。それが公明新聞とかにもそうですね、取り上げられながら、なかなかこれはすごく期待されてるし関心も高い話なんですけど、はい、公明党が最初に主張したってことはあんまり知られてない、うん、あ、なるほど。いや確かにそうですよね。ここはじゃあ、まあ支持者がある意味、うん、メガホンとなって、ね、なるほど、ドラえもんの道具的に大きくしていかなきゃいけないってことですよね。そうですよね。で結構この公明党が唯一やったとか、うん、最初にやったみたいなこと、うん、結構多いですよね。そうですね、うん、この保険適用もそうだし、うん、福祉の問題もそもそもそうですしね、うん、でこういうこの社会の小さな声をね、うん、やっぱ吸い上げてるってことを、うんうん、もっとやっぱ言って、ね、ドラえもんの道具のように、いや、そうですね、自信持ってね、本当そうですね、メガホンの役割やりますと、あ、やっぱやっていかなきゃいけないですよ ね、 ね、でまあどうしてもニュースになると、うんうん、最終的に決まった段階、その時はまあ公明党がずっと主張してきて、いろいろと説得をしてきて、まあ最終的に内閣や政府としてやりましょうって決まると、その時しかなかなか報道されないんですよね。なるほど、本当そうですね。これはまあ、なかなかそこに報道してくださいって言っても難しいですもんね。そうですね。なんで私たちがやっぱりメガホンのドラえもんの道具として何回そうね、やっぱ言ってくしかない、やっていかなきゃいけないし、プロセスがねやっぱなかなか伝わんないってありますよね。だからもう今度も、この保険適用っていうのも、菅総理の、ね、決断みたいな風に、なるほど、理解されている方も多いと思うんですが、なるほど、まあ、それは事実なんですけど、そうですよね、ただそれは公明党が提案をして、長年取り組んできた結果として、なるほど、この菅内閣の時に、はい、成果として現れた。なるほど、なるほど、これは頑張らなきゃいけないですね。だから今日ね皆さんね覚えて書いてほしいのは、はい、もう老期が生まれる前からやってたんだってことだけは。そうですね、はい、私たちもこの令和の完全試合をやり遂げたいですね。うまい。分かるようで分からない。分からないけれども。ということで、田辺さん、最後一言お願いします。はい、ありがとうございました。この保険適用が、ぜひですね、活用されて、今、この国の大きな問題であります、少子化。これをね、本当に、それに対する大きな対策になるっていうことを期待をしています。今日もありがとうございました。ありがとうございました。